こんにちは。キュアリカル勉強法著者の松原です。今日は小論文の対策動画をお届けします。今日はね、第3弾20分の動画で小論文が書けるようになるというシリーズになりますね。で、今回は小論文のね、2つのパターン、問題提起型と意見対立型ですが、今回はまたね、意見対立型、これ非常に難しいので、こちらの方のパターンの解説動画をご存知、鈴木英一先生にやっていただこうと思っています。なおね、問題提起型の解き方も知りたいという人は、前の動画をね、ぜひご覧いただけたらと思います。概要欄の方にリンク貼っておこうと思います。でですね、小論文というのは、できる人の書き方、考え方を知ることが、一番最短で最速でマスターできる方法ですので、ぜひね、この動画を何回か見てもらって、やるべき小論文の対策に当ててほしいと思います。ぜひね、参考にしてください。では早速やっていこう。こんにちは、鈴木英一です。小論文の段落構成には2つあるよ、2種類あるよという話はね、今まで何回かしてまいりました。ちょっとおさらいしますね。そのテーマがですね、賛成反対に分かれるようなテーマだったら、1段落目メリット、2段落目デメリット、3段落目で解決策を書く。賛成派も反対派も納得するような折り合いのつけ方をね、最後に書くんですね。それから誰が見ても問題でしかないみたいな、ね、例えばね、通り魔事件が起きたみたいな、誰が見ても問題でメリットなんかないわけですよね。そういう時には、まず1段落目で問題点を明らかにして、2段落目で原因を考えて、3段落目で解決策のアイディアを出すという、そういうね、2つのパターンがあるよという話でした。では、こういう問題ではどっちのパターンで書くべきなのか、ちょっと考えてみてください。さあ、この問題、今から10秒で読んでください。はい、読めましたか。これどっちのタイプで書くべきでしょうね。メリットデメリットで書くべきなのか、問題点原因解決策で書くべきなのかね。どっちのタイプで書くべきか、もう一度文章を見てみましょうか。これです。これといった産業もなく、毎年夏になると水不足に悩まされるある町に森の開発計画が持ち上がりました。ダムを作って水を確保し、森の木を計画的に伐採して木材として売り、さらに遊歩道やロープウェイを整備するという内容。しかし、自然保護の観点から開発に反対する住民も多く、町は揺れています。あなたならどう考えますか、という問題なんですね。ということは、この開発計画を進める人たちもいる一方で、反対する人たちもいる。つまり賛成反対に分かれているテーマなんですね。ということで、これこちら側ね、メリットデメリット解決策、この流れで書くのが正解ということになります。では、この表をですね、もし時間があればね、お手元のノートにでもちょっとこの表を作って、どういう内容をね、それぞれの段落に書くかまとめてみてください。やってみましょう。もし時間がある人はここで動画を一旦ピコッと止めてやってみてください、ね、もし時間がなければこのまま続けてね、見ていただいても構いませんよ。続きいきますよ。まあ大体この問題出すとですね、これも多くの高校生が大体似たり寄ったりのことを書いてきます。まずメリットね、この開発によって、まず飲み水が確保できる、それから木を売ったら儲かる、ね、観光客がいっぱい来てくれる。じゃあデメリットはっていうと、ね、自然が破壊されるとかね、あと観光客のマナーが悪いとゴミが増えてしまうとか、あと開発というのはそもそも人間のエゴであるみたいなね、こういう哲学的な話に行く人もいますよね。さあ、メリットもデメリットもある、解決策どうしようね、ここでみんな悩んでしまうわけです。そこで、例えばですね、こんなことありますね。開発には反対だ、ね、白紙撤回するべきだというふうに書く人もいれば、まず調査をしてよく話し合うことが大事だという解決策がね、最後の段落に持っていく人もいますね。それから開発の規模を最小限にしようっていう人もいます。さあ、これもですね、ちょっと解決策から見ていくとですね、開発には反対だ、白紙撤回しろということは、デメリットの方を優先したということですね。でもこの場合、じゃあ飲み水どうするの、木を売って儲かるはずのお金どうするの、だって特に産業がない町なんですよね。ということで、ただの反対 100% であれば、じゃあここでね、メリットのところで言ってるこういうものは、ね、水とかお金とかいらないの、そこをね、なんか言ってあげないといけないわけですね。それから、まず調査をして話し合おうという、いや、これ調査した結果、じゃあどっちに話行くのって、ね、調査の後で決めようってことなので、これは結論とは言わないんですね。単なる先送り。今は考えないで保留にしておきますみたいな話なんです。これは小論文の答案としてはダメ。それから、開発の規模を最小限にしよう。
最小限ってどういう最小限ですか？例えばダムを小さくするとかね、あと木を根元から切らないで枝だけ切る、そういう話、ね、ってことはこの最小限ではどのぐらいが最小限なのかっていうことがはっきり言われていないので、これも具体的な解決策とは言えないんですよ。でもまあ大体このぐらいまでが普通の高校生がみんな書くような答案です。でいつも言いますけれども、皆さんはこの動画をご覧の皆さんはこれよりもワンステージ上の答案でぶっちぎって勝ってほしいんです。ということですね。ちょっとこれ考えてみましょう。これね、なんでこうなっちゃうか、なんでこういうなんかモヤモヤっとした解決策になるかなんですけど、この解決策がモヤモヤとなるときというのはメリットデメリットが甘いときなんです。で、甘いっていうのは何かというと分け方が甘いんです。これはあの開発計画丸ごとって考えるのでこうなっちゃうんですよね。ちょっとこの開発計画を細かく整理してみましょうか。確か、ね、最初の文見ると開発計画3つありましたよね。まずダムを作ろうっていうのと、木を切って売る、これ林業ですよね。それから遊歩道やロープウェイを作ろう、これ観光業です。ダム、林業、観光業、実はこの3つの内容で成り立っているのが開発計画だったんですよ。で、これ一緒くたに全部ね、まとめて考えるんではなくて3つ分けて考えてみると違うものが見えてくるかもしれません。まずダムの目的何でしたか。あ、そう、目的ってこれメリットですね。それから自然破壊の規模、これデメリットですね。さあ、目的、ダムの目的は何かというと、まず水です。ただここで皆さんの読解力が、ね、問われます。ただ水でいいんでしたっけ。なんか条件ありましたよね。夏の間水不足になるっていう話だったんですよ。ということは冬とかはいいわけですね。秋も春もその問題ない。夏だけ、だから1年のうちの数ヶ月だけね、2ヶ月とかそのぐらいだけ水が足りなくなるよっていう話なんですね。で、それから林業って目的なんですか。これ木をで、お金になるわけです。お金です、ね。じゃあ観光業ってこれ何のためですか。観光客がいっぱい来るとどういういいことなんですか。みんなで仲良くできる、交流できるじゃないですよね。観光客がいろいろお金を落としてくれるのがいいわけですよ。僕お金です。ということはこの3つの事業のうち、水が目的のダムとお金が目的の林業観光業というふうに、まず2つのグループに分かれるわけです。目的が違うんです。じゃあ自然破壊の規模ってこれどんなもんなのか。ダムってどのぐらい破壊します、つかダムの作り方って皆さんご存知ですか。あのダムっていうのは、もう山が、ね、山に囲まれた盆地があって、ここね、盆地を水が川流れてるわけですね。そこをせき止めて、コンクリートの壁を作ってせき止めて、そうすると、ね、止まってるところだんだん水が溜まってくるわけですね。で、この盆地一帯が全部沈むわけですよ。水没するんです。ダム湖、湖ができるんですね。これがダム開発です。ということは自然破壊の規模でこれ結構でかいんじゃないですかね。だって盆地丸ごと水に沈んで地図に載るような湖ができるわけですからね。これはまあ見た感じでも非常に風景がガラッと変わってしまう。では林業ってどうするかというと、山の木全部切っちゃってハゲ山にするんじゃないんですよ。林業っていうのは切ったら切った分苗を新たに植えていくんです。なのでこれを計画的にやっていくと、ね、切った分植えて切った分植えて、また育ってきたものを切ってまた植えてって、これ繰り返していくので山全体の木の総量はそんなに変わらないんですよ。常に一定の木の量が保たれるんです。だから計画的に正しくやった林業というのは破壊の規模というのは非常に小さいんですね。でしかも皆さんご存知ですか、日本というのは、まあ、地図で上から見る地図、まあ、人工衛星から見たらもうほとんど全部緑ですよ、ね、森ばっかりの国なんですけども、でも日本の森林のほとんどは昔から人の手が加わってる人工林なんです。全く人の手が加わってないところって、例えばあの、青森の白神山地とか、あと屋久島とかの世界遺産に登録されるレベルの貴重なね、ところが残ってるだけで、そこだけが人の手が加わってない森林で、他は全部ね人の手が加わっていて、要は建築の木材にするために杉の木を人工的に植えてきてるんですよ、昔、大昔からね。ということなので、それでねこんな森が保たれてるわけですから、林業は自然をそんな壊さない、ね、それからじゃあ観光業はどうかね。遊歩道を作りましょう。遊歩道って要はあの高速道路バーンと作るのとは違いますからね。人が歩けるぐらいの歩道を作るんであれば、もともと山の中には山道っていうのがあるわけで、
獣道だってありますよね。ですからこれが森の動物たちの生活を分断するみたいなことには多分ならないし、ロープウェイ作るとロープウェイって鉄塔をね何本か立ててビーンってね行くわけですから、山全体の姿変えるほどではないんですよね。そのロープウェイ作るところの必要な分の木を切るだけですから。ということは、これ観光もそんなに破壊の規模が大きいとは考えられない。ダムに比べたらずっと小さいんですね。こういうふうにしていくと、ほら3つの開発計画のうち破壊の大きいものと小さいものというふうに、ね、分けることができるわけですよ。でしかも破壊の大きいダムと小さい林業観光は目的も違うんですね。って考えたら、さあこれどう、ね、考えるか。これ細かく分けると論点のズレが見えてくるんですね。細かく分けたら論点のズレが見えてきます、ね、さあこういうふうに分けてみましょう。森の開発計画丸ごとのメリットデメリットではなくて、森の開発計画のうち実行していい部分と中止すべき部分というふうに分けるんです。そうすると、実行すべきなのは林業と観光業、それから中止すべきなのはダムというふうに分けることができる。でその理由はというとね、林業観光業の方はお金が儲かって、しかも破壊の規模は小さい。それからダムの方はなんでダメなのか。メリットってね、水不足って夏の間だけの話なんですよね。1年のうち2ヶ月ぐらいの水不足のために、でもダム作ったら、ね、そこで水没する盆地っていうのはもうずっと永久的に水没してるわけですからね。ってことはメリットが小さいのにデメリットが非常に大きいわけですよ。って考えると、この2つの事業に分けて議論する必要がある。だとするとさ、解決策どうしますかね。ダム小さく作るとかっていう話じゃないですよね。要は、やるものはやる、ね、やるものはやる、それから、やらないものはやらない、これ最後の段落でこれはっきり書きましょうね。でただ、お金が入ってくる、これ人形かっこいいんですけど、ダムやらなかったら水どうするのかっていう問題が残るんですよね。そのフォロー、ね、水不足をどう解消するかというアイデアは自分で考えて書く必要があるんですよ。ということでですね、まあこんな感じで1段落2段落3段落というふうに段落構成考えて、これを文章にまとめたらどうなるかというのがこちらです。ちょっと見やすいようにしていきましょう。まず1段落目、この計画はダム、林業、観光の3つで構成されている。このうち、ね、まずこの、1段落目、これメリットを言いますけども、ただこの時には1段落目の冒頭でこの開発計画が3つあるということね、これを最初に指摘しましょう。でこれを書くと、あ、この人は課題文をちゃんと読んだ人だなというふうに採点者に伝わりますからね。これをなんか計画丸ごとってやっちゃうと、あ、この人は細かく読まない人だと思われます。なのでちゃんと詳しく読みましたよ、ダム林業観光の3つだよというふうにまずここをしていきましょう。で次、このうち林業と観光は町の収入源となり、正しく管理すれば破壊の規模は小さく抑えられると言って、林業と観光はいいよっていう話をします。これが計画全体のメリットね、やるべき部分ですね。次2段落目が、まあいつも言ってるデメリットの段落になります。しかしダムは盆地を広範囲に水没させるため破壊の規模が大きい。1年のうち夏の間だけの水不足を補うというメリットに比べてデメリットが大きすぎる、ね、ダムがダメだという話を2段落目でしてますね。しかもこの1年のうち夏の間だけだよ、ね、ここまで指摘すると、あ、この人は細かいところまでちゃんと課題文読んでるじゃないかということになる。で次3段落目、したがって林業と観光業は行う一方、水不足はダムではなく他の町から、例えばの話だよね、他の町から水道を引くなどして解決すべきであるというアイデアもここでは書いてますけども、例えば給水車を夏の間だけね呼んでくるっていうのもあるでしょうし、あとは水をなるべく使わないように田んぼから畑に変えるみたいなね、水を使わないライフスタイルに切り替えて節水するっていうのをここに書いてもいいわけですよね。要は水不足をどういうふうにしてしのぐかっていうアイデアが書かれてあればいいんです。というふうに書いてあれば OK なわけですよね。これがメリット・デメリット型の考え方上級編でした、ね、細かく分けると論点のズレが見えてくる。これ覚えておいてくださいね。今ですね、この YouTube 美講の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法という電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね、
宗家の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データを渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パン、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね、全12項の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんから登録をお待ちしています。